寒くなったので、これから田山さん忙しいシーズンですね。はい、やってきましたよね、はい、もうやっぱり皆さんね、今年かなり寒いという噂を聞いてるので、だいぶスタッドレス動き早いんではないでしょうか。そうですね、もう予約いただいてるお客さんもおられるので、結構出足は早いという。そうですね、今年は早いですね。ただやはり四国ってどうしても暖地暖かいってイメージがあるので、需要の面でから言うとやっぱりちょっと入ってくるように制限がかなりあるそうですね。そうですね、ちょっと数がどうしても少ないので、早めに購入していただければ。そうですよね、はい、早くお願いすれば実は毎年なんですけれどもね、嬉しいサービスもあるということで。そうですね、今11月30日までスタッドレスの早期割引をしてますので、通常よりも安く、はい、でまたそれとプラスしてこちらのホイールの方もちょっとセット割引になってると。そうですね、ホイールの方も特価にはなってるので、はい、じゃあちょっと一緒にドレスアップを考えて買われるのもいいかもですねただこの付け替え結構やっぱり混み合っちゃうみたいですね。そうですね、12月に入ったらちょっと付け替え、はい、なるので、できれば早めにですね、はい、お店の方にちょっと楽しそうなポップがあるんですけれども、これは一体何でしょうか。はい、今ミスタータイヤマン全店で冬の大感謝祭をしてて、ホイールとタイヤどちらか4本買ってくれた方限定にはなるんですけど、冬のお楽しみグルメが当たるというキャンペーン、うん、なんか大盤振る舞いですねこれこれはスタッドレスを買った方にも有効なんですか。大丈夫です。めっちゃチャンスじゃないですか、はい、タイヤもちょっと早めに買えばお得にもなるし、美味しいグルメももらえるかもというチャンスなんですね。はい、抽選で500名様になるんですけど、いやぜひちょっと今年買おうかなって考えてる方早めにですね。はい、よろしくお願いします。いやまあ今お話にあったように、もう寒くなるとやはり皆さんね、どうしても同じ時期に出ちゃうのでね、ぜひ早めにちょっとスタッドレスいるかなと思ってる方、ご相談に来てもらえるといいでしょうか。そうですね、はい、じゃあ詳しく丁寧によろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。